あ、すいません。はい。今から、ちょっとうちのサークルで飲み会あるんですけど。はい。うちのサークルで飲み会なんですけど、来ません？学生さん？はい。僕がですか？人数合わせして、今、人数集め。はい。あ、いやいやいや、関係ないんで、僕。あ、行かないですか？いやいやいや、行かないですよ。そうっすか。はい。絶対無理ですか？この後すぐなんですけど。いや、僕、飲み放題、はい、食べ放題。いやいや。2900円。はい。いや、関係ないので。ほんまですか？はい。あ、もしもし、タツさん。うん。いや、今、偶然街に、そうそう。駅回った人ってさ、うん。会社員かわからんけど、うん。いや、飲み会誘ってんけど、うん。乗り悪いから来えへんわ。うん。うん。あー、そっか。いや、今足りてないから、うん。一応もう一回確認するわ。ほんまに飲み会無理っすか？あ、いや、僕、だって関係ないんで、僕。はいはい。あ、ま、乗り悪いから、うん。あ、関係ないって。うん。オッケーオッケー。うん。オッケー、ほんま、もう他の人当たるわ。うん。人行ってみよう。すんません。あー、いて。あっつー。まあビジネスの視点を持っていろんな人を観察する、それが大事なんですね。だからどこビジネスチャンスはどこにでも転がってます。なんか撮影中ですか？ああ、はい、ごめんなさい、撮影中。あ、すいません、はい、今ちょっと飲み会あるんですけど、ちょっと来ません？ん？飲み会、ね、ニーズ合わせて。何のですか？ニーズ集めて、はい。あ、ごめんなさい、僕撮影してます。あ、サークルで。サークルって僕学生じゃないのでごめんなさいね。はい。あ、そうですか。はい。まあいろんなビジネスの視点を持つことが大事だということですね。あ、もしもし、うん、まあ、飲み会誘ったけどノリ悪いわ。うん、ノリ、おっさん探そうか。おっさん。うわ、かっ、いって、あつ。僕たちの本気です。ぜひ来てください。ぜひ読んでください。室内でフルマラソンチャレンジ中。室内でフルマラソンチャレンジ中。横切り茶髪です。あ、横切り茶髪が通った。そんなあなたにネタサロンを紹介します。ジャルジャルタワー。